待って、やばい、買うしかないんですけど。うまそう。じゃあいただきます。ていうかこの肉巻きマジうまい。五条くんも一口食べなよ。関節キス。いえ、美味しいんだけどな。ラーメン食べたのによく入るな。今こいつめっちゃ食うなって思った。顔別にこれぐらいじゃ出分ないし、サイズも変わんないから平気平気だし、あと私米食べないとお腹膨れない人だし、いうことだから。わかりました。五条くんマジでいらなかったの？マジでいいんだって。なんていうか嬉しかったし、ぶっちゃけ五条くんもぬるじょやってくれるなんて思ってなかったんだ。だいたいみんな面白そうとかで終わりがちっていうか。ごめんね、したかったんだよ俺五条くんに。